ったらコートすら脱いでない、この状況ね、わかるでしょ。帰ってきてすぐつけたの。なんでかっていうと、これで私すぐ寝るんですよ、いつもだったら。だけど寝てしまった結果、配信ができないっていうことが何日か続いたので体調もねちょっと良くなかったんで、ずっとそんな感じだったんですけど、はい、なので今帰ってきて、今帰ってきました、ただいまそう、電池が切れる。どれぐらい今か見せてほしい。どれぐらい今かっていうと、驚くよ。ほらネギが、ネギがこの今本当帰ってきたんです、ね本当に今生活感そうね、もう本当にそう、これはウードに入れようと思ったんですけど、このねネギがもう今見えますでしょうか。なのでただいま、そうなんでね、ウードに入れようと思って、ウードをいただいたんですよ。だからおうどんに入れようと思って買ってきたんですけどちょっとそう、大きいで、これが安かったの一番ね。そんなことはどうでもよくて、とりあえず一回あれしてもいいかな、ちょっと配信の準備だけしてもいいですか。何もしてないので、はい、いいんですか。で、私東京にいたんですけど、新幹線で寝たくて、化粧もすべて落とし、髪の毛も取ってしまったので、ちょっと一回あれしてもいいですか。配信始まって配信え、違うよ、絶対寝ると思ったんだもん。だから先にこうあれをしたかったわけさ、配信ボタンを押しておけば寝ることはないでしょ、私が。だからちょっとそういうことです。あー疲れた、あー疲れた眠気よけ新年はそういう感じでやっていこうと思ってる。よいしょ、はい、生活感ダダ漏れで申し訳ないんですけど、一瞬お待ちいただけますかね。はいはい、よっこらしょ。あー疲れた、もう無理、何もできない何にもできないよこれは、さすがに。あら重たい、えっと冷蔵庫に何もなくて、食料が、あ、疲れたピーとか言って暖房すらつけてないことバレる。こんばんは寒いなって思ったら暖房すらつけてなかったわ。よいしょガチで玄関からちょっ、え、だからそうって言ったじゃん、私一番に靴下脱ぐのにそれすらしてないからね、今靴下脱いだからごめんなさいね本当に。え、何これ最悪、ちょっと、はい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 、これで一瞬配信嬉しいでしょ、そう言うと思った2日ぶりぐらいだよね、すいません。昨日も新春公演があって、新春公演終わりにやろうと思ったけど力尽きましたね、ちょっともう無理でした、何もできなくて。生活感を出していくスタイル、
いつも生活感に溢れてるよ。私さ、ちょっとそろそろ冷蔵庫にさ、豚肉を入れてこないと痛むから、豚肉を入れてきてもいいでしょうか安かったのよ、あの細切れでね、安く売ってて、びっくりしちゃった。うん、いい？それは早く入れて。じゃあみんな、あのしりとりして待ってて、すぐ帰ってくるから。もうちょっと待ってね、今ね豚肉をね冷蔵庫に入れてるからもうちょっと待ってて。はいはいはい、すいません、はい、すいませんね、ほんとすいませんやっと家に帰ってこれてですね、あの今やっと家に帰ってきたんですよ。そう、でもやっぱ新潟寒いね、行ったり来たりするとすごくわかりますね、東京と。
すごい寒いわ。見に来た大松、ごめんごめん、もう大丈夫。そう、昨日ねお見送り出れなかったんですよ。あのすぐ出なきゃ間に合わなくて、明日の朝のお仕事が早かったので、明日ってか今日か、今日の朝のお仕事がすごい早くて、それでもうそうするしかなかったんです。すいません、ちょっともう出なきゃいけなかった。そう、めっちゃ大変だったのよ。私も超急いでたし、結構なんか公演自体が押しててギリギリだったから。そうなのよ、すいませんでした。はい、まあお見送りぐらいいなくてもバレないかなって思ってたら、私のファンの人はそりゃ分かりますよね。そりゃ分かります。でもあの体調不良とかじゃなくて普通にお仕事の関係だったので大丈夫です。はい、そう、体調不良じゃない。でも体調悪い、あのさ、ずっとさ風邪ひいてるって言ってたじゃないですか。あれからやっぱりちょっと微熱だったんですよね。でずっと7度ぐらいあって、7度6分とかあったんですけど、そう、でもあの検査してコロナではなく普通に風邪ひいてただけみたいなので大丈夫でした。はい、なので結構あれだったんですけど、てかなんか知恵熱みたいな、パジャドラとか覚えなきゃいけないこといっぱいありすぎて知恵熱みたいの出てた。そうなのよ、そう普通に風邪ひいてた。で昨日も声出なくて、昨日は熱はなかったんだけど、その前の日はねずっと熱がひどくて、それでできなかったんですよね。はい、でももう大丈夫です、元気になりました。いつも頑張っててありがとうございます。そうなの、昨日はねパジャドーラと水分がどうしたこうしたなんだっけ、あのタイトルいつも忘れちゃう、なんだっけ、水分がどうしたこうしたってやつ、あれをずっと練習していて、歌もね喉痛い中でやるのすごい大変だったんですけど、なんとかなんとかなんとかっていう感じです。はい、あ、蒸発した、そうだそうだ、私いつもなんか分かんなくなって光合成とかよく分かんないこと言っちゃうんだよね。だからもうそうなの、ユニット最高でした、本当よかった。理科のテストとか分かんなかったらとりあえず光合成って書いといたわ。懐かしい、光合成か葉緑体でなんとかなるやつね。新しい壁写可愛かった、嬉しい、ありがとう。それあげてくれてる人誰もいなくてさ、飾られてる絵がさ、絵じゃないや、写真どんななんだろうって思ってさ、私わかんないままさ壁写変わりましたって言って、それでなんかあのあれだもん、嫌だなと思ったから今日写真もらうまでちょっと待ってよと思って、そう昨日の夜ね急いで LINE したんだけど全然 LINE 返ってこなくて今日になっちゃいました。あ、モバメで送ったんですけどね、 Twitter では何もつぶやいてない。漏れてた？理
カちゃんが絡んでるお客さんを隣で見てて羨ましい。え、1列目のどの辺に座ってた人？上手？下手？真ん中？なんか目合わせてくれないとさ、レスしていいかわかんないからさ。ファンサーしてる。下手かな？下手の3番です。ああ、はいはい、あれだ。サイリウムの色変えてみたいなやつ言ってた時のやつかな。写真確認、なんだ天使か。え、私ね、リカ姫じゃん。今年は姫っぽく行こうと思ってて。そう。もうメイクさんにもいつも姫っぽい？って聞いてるんだけど、姫っぽいかどうかでその日の機嫌が決まる。姫っぽく生きようと思って。そうだから姫っぽい感じの壁写にしてもらいました。姫っぽかったですか？姫じゃんって言われたら嬉しい。そう、リカ姫だから、名前に名は身をなんだっけ、身を表すんだっけ、名は手を表すか。ああなのでちょっとあの姫って言われることを目標に今年は生きていこうと思います。ねえ、やだ、ここにハンガーの跡ついてない？あ、そんなことなかった。あ、いや、そんなことあるわ、これだわ。やだ、やめてハンガーの跡ついてた。あの衣装着てたか、これ私服なんですけど、衣装着てたからその間ハンガーにかけてたらハンガーの跡がこうついちゃってました。そうなの。姫にしたかったのですが、いつも姫なのでただ姫だったかと、姫かだとどうかと思いまして。全然いいよ姫で。てか昨日来てくれた人ありがとうございます。なんか私のファンたくさんいて嬉しかったし、あ、そう、うさぎの再販の目処が立ったんですけど、やっぱなんかあれを変えると普通のサイリウムの形にしなきゃいけないらしくて、ペンライトじゃなくてうさぎの形にするにはやっぱあの形しかないらしいんですよ、持ち手がね。そうで、なんか普通のサイリウムにしちゃうとさ、いや、みんな作れるし、なんか他の人と区別がつかないなと思って。え、どっちがいいですか？ウサギのあのアクリルの形にするんだったらもうあの持ち手しかダメらしくて、だから本当に再販みたいな感じになっちゃうんですけど、どっちがいいですか？その二択だったんですよね。もうちょっと一回ファンに聞いてみるけど、絶対アクリルがいいって言うと思いますって言ったんだけど、変わんないじゃん、だってサイリウムだったら。サイリウムになんかウサギの模様を描くみたいな形になっちゃうから、それでもいいですかって言われて、いや、それちょっとなと思ったんですけど、どうですか？全然あのままでドライバー持ち運べばいいだけ。いや、怖っドライバー持ち運んでんの？ミクちゃんその顔で全然似合わないよドライバーアクリルがいいよね。そうだよね、名前のサイリウムの持ち手ん、名前のサイリウムの持ち手うさげ作れないの？どういうこと？どういうこと、どういうこと？
シングル4万枚おめでとう。え、ちなみにアルバムって何万枚だったんですか？アルバムの売り上げがわからない。何枚売れたのか。いつまでもちょっと今経営者みたいな話してる。いつすぐの卒業公演で委員が配ってたのはドライバーいらないのだった。え、違うの違うの、こっちが作ってる工場の問題でそうするしかないって言われちゃったのよ私がね。その何回か掛け合ったんだけど、やっぱりその持ち手を単4とか単3にするためにはあのもう違うのやつあの丸になっちゃいますけどいいですかって言われて、そうそうそう、そんなね簡単にできないですよ。なんとかどうなんとかどうって聞いてくるけれどもはい、こんばんは。そうなのよ。でも一個言うと、あのねちっちゃいドライバーがついてるやつ工具セットみたいなのがあるのよ。ほんとこれぐらいのそれぐらいのやつがあって、私はあれなんですけど、ドライバーがいるときはそれを持ち歩いてました。はい、しかも可愛いドライバーなんだよね。これぐらい持ち手が、そう、あるよちゃんとそういうのも。だから私に文句言ってこられても、私はこうすることしかできないって今言ってるんですから、もう飲み込んでください。こうしたらどう、ああしたらどう、受け付けませんはい、あちょっと待ってね、私まだ片付け終わってないの、少々お待ちください。はい、再販頼んでくれてありがとうね、欲しかったからめっちゃ嬉しい。そう、そういうことだけ言ってください文句は私に言われても知ったこっちゃないと言ったような感じなので、はい、私は最善を尽くしました。常に最善を尽くしてます今日のお洋服も素敵。はい、ありがとうございます。
でもウサギ持ってない人とかさ全然いるよね。絶対欲しいと思うと思ったんだよね。そう、あとね、合わせてアクキンも再販してくださいって。アクキンめっちゃ可愛いんだよ、ウサギの。知ってる？推し返金者絶対命令って書いてあるの、リボンついてるやつ、超可愛いんだよ。知ってる？知らないでしょ。ちょっとメイクし直すね、配信のためだけに。偉いって言って。偉いよ、ありがとう。そしたら顔映せるから。ちょっともう新幹線で寝たくてね、落としちゃったんです。すいません、やばい、接触終わってるわ。何？そう、なんかさ、いいんだけどメイクしたまま寝てても、なんか気分的に落ち着かなくて嫌なんですよね。そう、配信待ってました。だって2日ぶりとかだよね。またやばい、1月全然配信できてなくてすごいやだ。なのにカニ行ってんの意味わかんない。カニって終わったの、もうカニのイベント今日までか。あれ今日までか。全然1月配信してないんだよ私、知ってる？実はね。なのにすごい、もうなんか そうなの。初見です。感性の未来は初日、初日じゃなくて全部で全部で。累計？累計です。あー、今そんなもんなんだ。まあでも CD はきびいよね。ダウンロードしちゃうもんね、みんな。聞くとしても。
累計は6万か7万ぐらいだった。あ、そうなの？どの情報が正しいの？どの情報が正しいんでしょうか？よくわからず。こんばんは。これは何につながってるやつ？はいはいはい。コンパクトディスクで聞く人いる？だって今、まあ特典が欲しくて買うみたいなところはあるだろうけど、例えばそのね、それこそお話し会とかなんかそういう感じで特典が欲しくてまあ買う人はいるだろうけど、たまにコンポとかあったらね聞くけどね。その前なんだっけ、ポンコツ？ポンコツはない。どれぐらいなんだろう。で、サブスクで聞いちゃうよね。ポンコツってどのぐらいなんだろう。ポンコツ。何何、姫さんが美味しい家で CD は、あ、そうなの？NGT の曲で一番売れたの青春時計なんだよ。いつの話してんの？だってデビューシングルだもの。デビューシングル売れなかったらさ、やばくない？わかんないけど、第三者として見たときに私はそれはやばいと思うけど、さすがに。こんばんは。なんだ？なんだこれは？
CD は厳しい時代になりましたね。なんか記念だよね、もはや CD を持ってるということの記念なんかトロフィーとか盾みたいな感じじゃない。青春時計が一番、青春時計いい曲だよね。私もそう思う。曲としていい。え？びっくりした。コンタクトなくなったかと思ったらさ、蓋にくっついてた。え？今開けたのになんでないのって思ったら。くっついてましたわ。青春時計久しぶりに歌いましたね。たまに蓋につくよね、わかる青春時計いい曲だよね。もうでも、私がさ、やっぱりこういう時代にアイドルのファンをしたことがないからよくわからないけども、やっぱりさ、何が大事って何おしゃれの女の子はほぼ2割の子。そうなの、うちの子たち可愛いでしょよく言われる、リカちゃんのファン可愛い子多くて羨ましいって。私はその度に鼻が高いです。ありがとうございます。皆さんのおかげ。いい曲です。いい曲だよね。めちゃくちゃヒートテックで撮るやんけ今日どうせ衣装だからいいやって思っちゃったんだよね。てん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 。パジャドラすごい好きな曲なの。でもね、いかんせんあのオッケーって歌わなきゃいけないじゃないですか、センターって。あれが嫌すぎてね、一生ね、いやオッケー言わなきゃいけないんで嫌っすってずっと言ってたうん、それさえなければもうめちゃくちゃ好きな曲なんですけど、ね、みんなオッケーで湧いてた時可愛かった。オッケーが言いたくないがためだけにやりたくない。
2割で OK 代弁しますよマジでそれならいいけど。なんか何の話しようとしてたっけ私。最近あったね、嫌なこと、いいこと話そうとしてたことが全て飛びました。こんな時代にアイドル応援的、あ、それ途中だったっけ。そう、こんな時代にねアイドル応援したことがないからさ、サブスクとかが発達した時代じゃん。私がなんか一般人の時ってなんかギリギリ CD とかも聞くし、なんなら iPod とかにパソコンで写してみたいなやってた時期なのよ、まだ。だからなんか分かんなくて、オタ活のあれが。だけどまあ好きなら買うじゃん。そう、という話。昨日の公演もめっちゃ笑った。推しグループと他の人気グループの発売が被ってオリコン1位にするためめっちゃ買ってた。あー、そういうのもあるよね、そういうのもあるよね。大変な時代だ。DMM 見てください。昨日来れなかった方は。全然来た人も DMM で見てくれたら嬉しいんだけど。
なんかさ、CD 持ってみたいんですね。てか、もう本当にあれなんだよね。昨日とかもずっとヒールでさ踊ってたじゃないですか。踊ってたんです。そしたらね、前に足をひねったところがあるんですけど、若干ひねっちゃったんですよ。で、腫れててようやく治ってきたなーって思ってたら、昨日踊って再発したんです。だからちょっとだけ痛かった。なんかその場所に負担かかったりすると、こう なんか骨がミシミシいう感じがして、すごい痛かったけど。そう、え、言ってたよね、あれ言ってなかったっけ、みんなにひねったんだよね、前、ちょい前に。で、治ってきてたの。そう、でもどうしてもパジャドラはおつぼね衣装でやりたかったの。可愛かったよね。青もゆめちゃんも似合ってた。意外とセクシーすぎないって青が言ってたけど、そうだよねって。ごめんね、こんなん着せて。でも可愛いからいいって言ってたけどね。うん、子供、マジ子供。セクシーすぎねって言ってた。私リリカが可愛すぎてダメだ、もう産んだ。リリカが可愛すぎる。産んだ。物騒だね。最近物騒なんだよね。みんなはどう？どう？みんなの周りはどう？無事に平和？なんかさ、ニュースつけてたらさ、怖いニュースばっかりやっててさ、何それ何それっていう。なんか私が一番やっぱ怖いなって思うのは、なんか児童虐待みたいな、ああいうのとかさ見ててさ、ちょっと前にさあったじゃん、なんか事件が。そういうのとか見ててさ、マジで怖いなって思って。だってさ、私もまあ保育士になろうとしてたんですけど、アイドルになれなかったら。そしたらさ、なんか自分の職場でそういうことが起こってるって考えたらさ、もうさ、でも自分も怖くて言えないだろうしさ、そういう人たちにって思ったらさ、なんかそういう時って正解はどうすべきなんだろうっていっぱい考えて辛くなるから、ニュース見るのやめた。なんか余計なことまでいっぱい考えちゃう。なんでなんだろう、最近しかもそれが悪化してる気がする。
なんかさ絶対今それ考えなくていいじゃんみたいなこととかさ、なんかもう危険察知度みたいなのが上がってて、なんか無駄に警戒しちゃう全てを。でも本当に嫌だ、なんでそんなことするんだろうって思うけどね。もう子供とか天使にしか見えないけどな私。やば、しまって、しまって、あ、やば、そろそろ爪変えなきゃ。これ超伸びてる、ここ見て、やばくない？まだ許容範囲？まあ、さこういうのさ乗せるじゃん、なんか物取る時とかこうやって、そしたらさなんか爪伸びてるよみたいな、分かってんだよね、いけないから困ってんのにさ、なんかそういうこと変えてこないでほしいんだけどって爪がいけないぐらいなんですよって、暇じゃないからと言いたい私は。なんかさ爪とかさネイル新しくしたの気づかないくせに、そういうところばっかりさ、ねえ嫌じゃない？めっちゃわかる。ニューネイルとかはさ気づかないのにさ、なんでそういうとこばっかり気づくかなっていう。私思うんですけど、なんかその相手のね身体的特徴みたいなことをさ、なんか面白おかしくいじってくるのとかってモラハラ？セクハラ？わかんないけど、最近そんなようなことがあったんですよね。すごい嫌だなんかさネットに書いてるのも嫌だし、直接言われるのもすごい傷つく。うん、もしかして2割でさ、なんかディズニー行くみたいな話してるところあるよね いつ行くの？よくご存知で。私だってめっちゃ DM 読んでるもん。だからさメールの返信より、あそうだこれ言おうと思ってたんだった、あのメール私結構送るようにしますけど、今後あの返信は DM で大丈夫です。あの私あれが開けなくて、諸事情により返信メールのページが開けなくなっちゃってて、なんでかっていうとパスワード忘れたからなんですけど、だからあのそうインスタの DM で大丈夫、見てるから既読つかないけど、そっちの方が見やすい。え、みんな何で見てる？アプリで見てる？私のメール。痛い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 。
送っても、いや別に送ってもいいんだけど、あ普通にメールで来るんだ。まあ今便利なんでスクショとかキャプチャできますし、あそれ貼ってなんか返信みたいにしてくれたら DM でね、 DM の方で。マムエの返信見れないの解決、いやしようと思えばできるけど今の私がめんどくさいだけ、いつかはするけど、でもどっちにしろ DM の方が見やすいなって思っちゃった。別に誰にも見られないっていう条件は一緒だし、てか私がインスタ DM を本当に見てるからてかもう DM しか見てないかも。インスタ、インスタ何のために使ってるか、みんなの DM 見るために使ってる。だからあの DM に送ってくれた、私が読んでるとか既読とかはつかないんだけど、だからなんか読まれたとかは分かんないんだけど、みんなからはね。でもめっちゃ読んでるから、既読つかないけど絶対見てくれてるの気持ちで送ってる。だってさ、内容ちゃんとショールームで喋ったりしてる時点で見てるなって思わない？思わないか。もうちょっとだから待ってね。なんか一回メイクしてたからまつげとかヨレヨレなんだよね。もうどうにもできない。初見です、自己紹介お願いします。リカ姫です。好きな食べ物はママの卵焼きと富山のお寿司海鮮と担々麺です。好きな色は白とピンクとベージュ。好きな言葉はバーっててパッと割ろうです最近のマイブームは駒の釣り漫画に釣られることで、趣味は趣味は映画鑑賞、音楽を聴くこと、まあエンターテインメント全般ですね。あでもテレビは嫌いです、唯一。それでまだつられて特技は、特技は自分に似合う服を見つけること。てか特技ありすぎて何言ったらいいか分かんないです
それぞれ80点以上ぐらいできます、運動以外は。基本何でもできます、言ってくれれば。あとはハマっていることは、さっき言ったかこれ。なんと何言えばいいの、自己紹介って。友達はいません、仲いいメンバーいません、休日は基本寝てます、寝てるか自炊してるか、作り置きのねご飯を、忙しくなった時作れなくなっちゃうから、だからそのために一回の買い出しで今日みたいにたくさん買ってこなきゃいけないんです。意味わかる？今日は人がいっぱい倒れる日なんだね。大丈夫かな、みんな。誰か知らんけど。みんな健やかであれ。ね。はい、ブス今日ブスかも、ごめん、今日リカブスだ。あ、じゃあみんなの好きな髪型にしてあげる。何がいい？もう髪も取っちゃったから一からやんなきゃいけない。何がいい？高度な情報。え、マジで決めていいよ。本当に決まってない、今回に関しては。ハーフツイン。ああ、いいね。ポニテもいいけどな。ハーフツインでもいいよ。ツインテールをお願いします。じゃあツインテールとハーフツインがあったら、まあ今洗濯が終わったんですけど、ちょんぽにツインテールとハーフツインで言ったら何がいいかな、何がいいかな。でもポニー、あーマジで迷う、みんな迷わせてくるのやめて。何がいいかな、何がいいと思いますか。今日ブスでももうどうにもならない、このブスは。どうしたらいい？普通に。ポニーかな。
ポニーでもいいよ。じゃもう一回言ってみんな何がいい？はいはい、多いのにする。ツイン、ツインでもいい、ポニーでもいい、ハーフツインでもいい、もう何かわかんない。ポニーテ、ポニーテ、うわポニーテ多いね、ポニーテ、ポニーテが多い、多いね。ポニーテ原理主義者としてはポニーテ、意味がわからん、もはや。ゆる巻き、ハーフツイン、ハーフツインかな。でいつディズニー行くのみんな教えてよ。サイドポニー、ポニーオフライン、ああ言ってたね、そうだそうだ、それってばいつ。それってばいつだ、一番近いオフラインって14。それオンライン、オフラインは2月19日が東京フライン。あ、結構先なんだね。東京じゃん。何着よう、何着たらいい、もう分かんないや。2月ってどれぐらいの気候、まだ雪降ってる、もう分かんない。東京って雪降らないのかな。よいしょ、何に引っかかったんですか、やめてください。あ、なんでこんな温度高いの、やめて。ごく稀にチラッとしか降らない。あ、そうなんだ。新潟よりは暖かいでしょ。そりゃね、そりゃね。そりゃね。今日だって全然温度違かったもん。しかも晴れてたし。うわあ、青空だ、久しぶりって。なんか新潟って晴れててもちょっとさ曇ってない？意味わかる？なんか晴れててもちょい曇りじゃない？新潟も今日天気良かったよ、曇り、ほらね。ほらね、そうなるんだって、だからなるよね。日の当たる場所はそう、そうなんよ。えって、快晴でも快晴の新潟は本当になんか綺麗、キラキラしてる。晴れのハードルが激烈に低い、そうなんですよ。あーギリ晴れてんな、小雨で、小雨で、あーギリ晴れてんな。ガチそんな感じだよね、富山もそんな感じだし。すっごい可愛い、嘘よ、嘘、ありがとう。ヒートテックガン見えしてるけどね今袖から。じゃあ黒のヒートテック着ろやって感じだよね。
もう今日は衣装着るからいいと思っちゃったんだもん。だって仕方ないじゃん。ここにさ持ってくまでが大変。このゴールデンポイントみたいなとこあるんですけど、知ってる？知らないでしょ。ポニテが一番可愛く見えるゴールデンポイントみたいなところがあって、そこに持っていくまでが大変なんです。小さいな、多分それ加工だよこんばんは。顔でかいで有名だから私。もう本当にね、顔でかいんだよね私って。なんか芸能人に会った時さ、顔ちっちゃいって言っとけばなんとかなるみたいなとこあるじゃん。だからその、あ、顔ちっちゃいみたいになるの本当に嫌だ私にさ、会ったことある？あるのにそういうこと言ってる？あるよあるよね。なんであるのにそういうこと言うの？顔でかいで有名なのよ私は。メンバーと並んでるの見てごらんよ。もう本当にやだ。できれば一人で撮りたい写真は全て。体がちっちゃい、あ、肩幅もね狭いの、だから顔でかく見えるのよ。まあもともとでかいんですけどね。俺よりははるかに小さい。それは果たしてという感じですけど、全然上がってくんない今日。下ろしてたからもともと全然今日は上がってくれないですね。髪の毛が本番は、あ、来たんとちゃう。今ね、でも若干の違和感というか、まあその嫌なことと戦いつつショールームしてるんだけど、何か言っていい？これ外に出た服なんですよ。いつも私玄関で全裸になるんです。でも今日はあの、そうすると寝るなって思ったからそうすると部屋着に着替えて2秒で寝るなって思ったから、もうまたなんか夜まで寝ちゃうとあれだなと思って、そうだからね、そのままなの。だからすごいね嫌な気持ち今その苦痛にね耐えてる、ずっと。
でもそういう人だっているよね。そ、外から帰ってきた服のまま過ごしてるよみたいな人もいるよね、人類には。だからまあ今日はそういう人になったって考えれば、ワイの殿下の宝刀フェザーバング、ここですね、ここを私と同じ前髪をオーダーしたい女の子は美容師さんにあのラウンドにして、こういうラウンドにして眉毛を見えないように、でも眉毛は見えないようにラウンドにしてもらって、フェザーバング、ここ斜めに切ってフェザーバングにしてくださいって言ったら私と一緒の前髪になれますで毛先をちょっとすく、前髪の毛先すいてもらっていいですかって言って、そうすると私と同じ前髪になれます。参考までに、髪型ってマジで印象変わるからね。私だからちょいここがこうなってる。浅めのラウンドにして、でも一番短いところでも眉毛は見えないようにしてくださいっていう、ちゃんと言わないと眉毛見えちゃうから、おんまゆにされるから。こんばんは。わあ、ほんと好きだよねみんな、ポニテが何よりも。サンドの飯よりってやつだよね多分ね、ポニテに関しては。あ、全然負けないわ、待って、ポニテ好き？そうあ、そう、こうやってああ全然負けなかったわ、私の傷んだ髪の毛では。すっ、はいはいはい、これさまあいっか、下が重めになるなら私は何でもいいや。顔かわいいありがとうございます。リカちゃんのスルポニーが好き、絶対誰でもいいやん。あ、待って、間違えた間違えた、こっちです、こちらになります。
誰でもいいんだよね、そんなこと言ってる人に限って。うん、許そう。美味しそうな髪ですね。セクハラ取っていいですかそれは。セクハラって取っていい、それは。今巻いた髪の毛どっか行ったんだけど、あ、これですね。あと2回ぐらい。通りすがりの星集めですが、可愛いのでしょう。ありがとう。はい、来た？来たんでは？はいはい。くるりん。あ、くるりんなりましたね。ならないかと思ったけど。くるりんなってますよね。なってる？なんかこれだけ浅い？これだけ浅い。これだけやりなそう。くるりになってるよね。あ、これも浅い。これとこれがやだ。あとはなってる。なんでだろう、量多いのかな。ここだけ量が多そう。まあまあでもまとめたらいい感じになるか。まあいいか、どうせ配信だけだし。よし、理想系があるんだな。あるでしょそりゃ。ありますよ、さすがに。配信のためだけ。そうだよ。でも分かんない、もうみんなが浮気ばっかりしてたら私も今からイケメンに会いに行くかもしれないし。分かんないよそれは。やっぱ縛ってから巻く方がやりやすい。私はね、舌重めにしたいの。なんでかっていうと、ちぎれてブリーチで毛量が下の方が少ないから、だからこうなりたいのね。今これ理想形にやっとなったんだけど、このくるりんって舌重めになるように巻くには縛ってからの方が巻きやすいの。あと髪質的に巻いてすぐ取れちゃうから、巻いた後に縛るとその縛る過程で巻きが取れちゃってて、あんまり綺麗にならないから、私はいつもそうしてるかも。縛ってからあれする。ついてないんだったこれ。
下もめ巻きかわいい。そう、その方が揺れるし、こうやってでんでんでん。こういうさ、飛び出してくるストレートの毛あるじゃん。私レイヤー入れてるから結構あるんだけど、こういう毛が。こういうのはね、今から対処するから待って。暖かくて眠たくなってきた。ほらね、やっぱりもうこれつけてなかったら寝てたよ。寝てて、で11時半ぐらいに起きて、わやばい、あと30分しかない、しかも今から化粧するのだるいなってなって、結局やらないタイプの。あれ絶対そうだよ。配信してくれてありがとうね。いいね。ちょっと待って、私アイライナー引いてないわ。なんてことアイライナー引くの忘れてたわ。だからブスなんだ。アイライナー引いたらちょっとは可愛くなるかな。うん、垂れ羽しか勝たん。やっぱ可愛くなったわ。これだわこれだわ。アイライナーのせいでした。なんか漏れてないなと思ったら。これに、うん、で茶色のアイライナー消えた。これがあるとないとでは雲泥の差。これです。しかも顔も削ってないわ。私顔も削るね。顔も削る。顔も削っていく。こうやってこれは影です。もはやここからは影です顔ではありません。顔やめました。はい、ここの領地は影です。顔をやめました。二度と顔って呼ばないでください、この部分は。はい、そういったような気持ちで顔を削ります。このそう、このゾーンは顔ではないよってことを今分からせた。え、顎を出す。あ、これで丸顔解消これで丸顔解消して、唇をM字にしていく。はいはいはい。
これでだいぶ変わるんです。変わるんでしょ。女って怖いね。女って怖いよね、本当に。中井梨花ちゃん可愛かったの、可愛すぎる。どういうこと？こうしてちょっと内巻きにして中にしまい込むんですよ。そうするとねバレない、このレイヤー入れてるとこの短いのが。内巻きにしてで中に入れ込むとバレない。これバレてるわ。波にしようかな。でこうやってするとバレない。ほら浮いてくるね。なんでだろう。うん、バレなくなった。ポニテしたよ。これで満足？これで満足ですかね。共演至極。あ、今日みつるさんいないな。ありがとうございます。つんさん最近来てくれない。私のことを見捨てたんだ。私のこと見捨てたのかな。ご飯食べてるかな。心配だ。なんかついてるここに。何これ。喉かすれてない？着替えたい。でも前半みんなに顔見えなかったから顔見せてなきゃいけないから今日はもう諦める。着替えるのは。あ、また消えた。なんで？なんでなんでなんで。いいよ、そのなんかもう安全装置みたいなやつ働かなくて。ね、やめて。そう、顔見たいでしょ、だってね。だからあれかなと思って。あと1時間ぐらいのが。本当だ、もうそんな時間になってしまった。早いな、もう1時間半。キャーと可愛く悲鳴とか出せないもんかね。よいしょ。熱い。3やけどぐらいしたんだけど今。いたたた。あー、服脱ぎたい。服脱ぎたいよ。裸族なのかと思われるわ、ここだけ聞いたらね。服脱ぎたいよ。
着替えてもいいよ。なんかそうやって言われるとさ、なんかやっぱ露出するの別に嫌いじゃないから、昨日とかもねパジャドラで可愛かった。パジャドラめちゃくちゃ間違えたけどね、分かんなかったでしょどこ間違えたか平然とした顔してやってたもん。でも遅撮りになっちゃうダンス、私遅撮りなんですよね。なんか どうやってもみんなとワンテンポ遅れる。なんでだろうワンテンポとかじゃないのよ、なんかね、なんかこう出してるところをこうやって遅れるみたいな、わかる？なんか1,2 で伸ばしきらないきゃいけないところ 1,2.5 ぐらいで伸ばしきってるみたいな、その始まりは一緒なんだけれどもみたいな、そういうことになってしまう、いつも遅撮りなんですダンス。でももうこれはね、始まった時からずっとそうなの。直そうとしたら早撮りになるから、もう直そうとするのやめたの早撮りよりかは遅撮りの方がなんか、まあまだ余韻つけてんのかなぐらいにしか見えないからっていうことでやらせてもろてます、すいませんそうそうだ、リカいちご買ってきたんだ。いちご食べてもいいですか？お腹すいた。いい？待って、練乳あったかな？練乳、練乳。てくださいね、すぐ戻ってきますので。はい、練乳ありませんでした、諦めました。ちょっと待って、暖房つかなくなった。誰のせい？これ正直に手あげたり許してあげる。
あ、着いたわ。着いた着いた、暖房着いた。砂糖でいいじゃん。砂糖はねあるんだけれど、なんかあんまり、なんか練乳ならいいけど砂糖使ったら負けみたいな気持ちない？ないか。ないか。ないよね。でかっ！え、待って、本当にでかい。ちょっと待って、うわっ、でるー、でかくない？一個これだよ。すごい、私のグーぐらいじゃん。え、でかっ。私のグーぐらいあるんだけど、握り拳ぐらいあるんだけど。でかくない？ちょっと待って、すごいね、おっきい。一口ではいけない。はいはい、わっ、きねー、くて、ほんだ、つくね、つくね、はっ。いやいや、いちごやめてる、これ。このいちご、いちごやめてる、砂糖の塊だ。このいちごね、いちごやめてたわ。うん、いらなかった練乳とか、全然。うまっ。え、いちごやめてる、マジで。辞表出した。めっちゃうまい。めっちゃうまいけど全然食べれない。限りなくいちごに近い何か、うん、うますぎ。うまっ。これもでっかい。おしげもなくどんどん。時代は戦いだからさ。
常にいつ死んでもいいように惜しむことなく生きていく、それが私のやり方。うん、だって死ぬ時後悔するの嫌じゃない？だからもうやりたいことをやりたい時にやりたいうちにやる、それがいい。うまっ。うん、うまっ。なんか可愛く美味しいですとか言えなくて困る。美味しいね、言えなくて困る。最後に笑って死ぬのがいいです。リカ、エドワード・ニューゲートみたいに立って死にたい。リカの夢、エドワード・ニューゲート。白ひげって言えよな。男はみんなビビが好きって言うけど、私ビビ嫌いなんだよね。ネフェルダリビビ嫌い。うん、男はみんなビビ可愛いって言うよね。あれ何？アーにはなりたくない。俺ハンコックが好き。ボアハンコック？私もハンコックみたいな女が結局一番可愛いからね。ロビンはね、泣ける。なんか過去が辛すぎて。うん、ロビンはね、なんか辛すぎるよねって。でもリカ、ロビンも好きだよ。ミスオールサンデーで出てきた時はぶち上がってた。知り合いがイチゴ農家してるかも。いいな。リカも越後姫とかとコラボしたい。リカ姫だから。うんうん、私がイチゴ農家だったら絶対リカちゃん、いや、ミクちゃんがやった方がいい。可愛いから自らやった方がいい。看板娘。
でもね、あと2個で幸せが終わってしまうの。見て、ほら、でかい方から食べよう。毎日なので飽きてます。確かにたまに食べるからいいみたいなとこあるよね。かわいい、一緒にやろう。ベリーベリーやる。クラウディークラウディーではなくベリーベリーやる。字面かわいいね。ベリーベリー。ベリベリ米、突然なんか突然嫌だな。これが一番うまい。え？これが一番うまい。食べる順番合ってる。すげえ。うん。めっちゃうまい。これが一番うまい。うん、残り物に服あった。サッチ。なんでこれが最後なの？ねえ。うまっ。おいしい。いちごが美味しいと幸せだよね。こんばんは、今帰宅中。おかえり。
今日もよく頑張りました。皆さん働いて社会に貢献し、お年寄りを助け、未来のために金を稼ぎ、偉いです。いちご食べて秒でリップなくなったかわいい服、かわいい、スナイデル。でも前になんか載せたことある気がする。ただ私は着替えたくてしょうがないこれこうそういう仕様なのかな。ハンガーの跡ついてんだよねここかわいい。デートでさ着てきたらさ嬉しい服ってどういうのなんだろう。どういうデート服だったら嬉しいなって思いますか。じゃあまあ相手にもよるだろうから、リカとデートするとして、リカ姫が着てて嬉しいのは白は黒どっちですか。まあ自分の服に合うのでもいいけど。何デートなのかにもよるけど、一般的なデート、自分が連れて行こうとしてるプランでいい、考えてもらって。黒が多い、意外と白もいる。黒ですかね。おお、白、白か。でも王道が白だよね。じゃあスカートかパンツかそれこそシチュエーションによるよね。でも嬉しい方、自分が嬉しい方、テンション上がる方。うん、やっぱスカートだよね。じゃあロングスカートかミニスカートか、人の目もあるよ、そういうのも考えて。ロングスカート、ロング、ロングで良さそう。自分がテンション上がる方、ロングスカート。ミニもいるね。はい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 。じゃあアウターは？アウター、ダッフルかダウン、ダッフルコートかダウンか。ダッフル、はいはいはい。もうみんな王道行くやん何でもダウンお揃いで着てもいいよね。自分も持ってるかもしんないじゃん、男性だったら。ダウンだったらね、ダッフルはあんま持ってないかもしれないけど。可愛いダウンもあるからダウンかな。まああったかいに越したことはないですからね。でもさ結局さ、リカだったらなんでもいいでしょ最悪、最悪の答えを導き出してしまった。確かにリカだったら何でもいいだよ、みんな。どうせ、どうせね。
そうでしょう。でもさ、なんかリカは例えばデートとかじゃ行きますってなった時、相手の服装に合わせたいの。それかもう向こうに私が何色着るから合わせてって言うか。合わせたい、なんか色合いだけでも。グレーか黒しか持ってない。逆に決めてほしいな、こっちの。あ、ガチ決めたいでもなんかこだわりある方もいらっしゃるじゃないですか。どうしてもこれが着たいとかさ。これとこれとこれと着てって言って着させるのとはさ違うじゃん。決めて決めて。ペアリングとかペアアクセサリーとかはし、いやそれはやだ、なんかやだそれはやだ。ペアリングなんてさ、結婚指輪ぐらいでよくない？だし、うん、いやしなくていい。だってその日に合わせてアクセサリー変えたい人だっているでしょ。つけてこられなかったら悲しい気持ちになるじゃん。だからやだ。逆に相手に指定されたらそれに合わせる。あー、何系着てきてみたいな。うん、全然合わせられるよ。ただ気分じゃなかったら嫌だって言うと思う。違うのにしてっていうじゃあそれおは何ってもう一案ぐらい伺う。どういう服装してる人がかっこいいの？もうね、私冬はね、なんか黒い長めのコート着て、しっかりとした生地の着てる、着てて、黒い長めのコート着ててほしいね。うん、ニットも可愛いなって思うけど。え、待って、好きな服装でもね、私シャツが好きなの。多分あれなんですよねつい引かないで、引かないでね。スーツがすごい好きで、スーツとか作業服とか、だからシャツ系壁案件っていうのやめろそう、シャツが好きなの。作業服はだって、そうそうなの、つなぎみたいなやつ、あれもすごい好きなんですけど、でも私はやっぱあのね、シャツ、テロテロのシャツテロテロのシャツで、なんか何、コート、黒いコート着ててほしいって言ったじゃないですか。
なんかあれも脱いだ時のギャップが欲しいからシャツ。え、すごいよ、33万3330ポイント。あ、惜しい、あと3ポイントだったらゾロ目だったのに。でも5桁揃ってる、すげえ惜しい。なんか8桁以上のゾロ目を見るのは何分の何で、7桁以上のやつを見るのは何分の何って決まってるんだって、確率が。でだから5桁も結構すごいと思うんだよね。いいことありそうね。惜しかったね。下一桁ゼロ以外あるかな。あ、1296分の1だって。すごいね。私数字全然わからないからすごいかどうかわかんないけど、多分すごいんだと思う。私さっき買い物袋見せたじゃないですか。買い物してた時脳死しててさマジでさ、今食べたいものなんだろう、わかんないなと思って、目に入った美味しそうなもの全部カゴに入れてきたの。と大まかになんかうどんの具材になりそうなもの、うどんをもらったので、そうなんかうどんの具材になりそうなもので美味しそうなものを手当たり次第にカゴに入れてきてたので、しかも何も考えてなくて、結構さ買い物って考えなきゃいけないじゃないですか、なんか計算したりとか、マジ何もしなくてやばかった、マジで安い美味しそうなものを全て バサ、あれいつの間にこんなにカゴがいっぱいにっていう感じだったから。ね、でもさ家でさ作るさ、よくわからん食材で作る何、名前はない何かみたいな自分の入れたい調味料を入れたいだけ入れて作るなんか美味しいやつあるじゃんこれ人類で初だろ、発見したのこの料理って思うやつ創作料理なのか何なのかわからないけれども、そういう料理が一番うまくない？やっぱもう二度と出会えないんだろうなこの味にってたとえ私が同じように再現したとしても、あの時の分量で同じ調味料入れない、ないだろうなみたいなわかるでしょ？なんやこれ、うまっ私が作り出したキメラ料理うますぎる
となる時がある。そう、もう二度と再現できないであろうやつ。そうそう、入れる、これでももうちょっと醤油足したら美味しいんちゃうかとか。これ先入れときゃいいやろ、なんか美味しくなるやろ、知らんけどみたいな感じでやった料理がめっちゃうまいやん、これ何これ、もう二度と作れんやんみたいなになるっていう。そう、何入れたっけ私っていう。うん、え、そうだよ、え、待って、私料亭開けるって気がある。え、嘘でしょみたいな。勘で味付け、うん、測ったことない。両手開けるんだ私みたいな、謎の謎に自分を買いかぶり始めるっていう。そういう時だってあるよね。料理長だったか。料理長とかすごいよね、こうやって乗って、あのシェフの格好でこうやってメニューの横に乗って、2000何年、うん、なんとかかんとかで修行、なんとかかんとかにて、なんとかかんとかみたいな、なんとか賞受賞、なんとか賞受賞、ミシュランなんとかを獲得みたいな、現在のこのお店を開業みたいな、いろいろなんか説明が事細かに書いてあるやつ。よく分からんけどすごい人なんだなとなる。このカタカナの書は何か分からんけどすごいんやろなって思いながらもう食べる。確かにうまい気がする。バカ舌。バカ舌というか私貧乏舌だから何でもいいんだよね、味こけりゃ。なんだか確かに美味しい気がする。もぐもぐ、なんだか確かにってなる。そう言われたら美味だわーってなる。なんや、よう分からんけど美味しい気がしてきたわみたいな。でも私の脳みそ味濃い、うまい。簡単だから。なんかこれ味濃い、うまい、ご飯と食べたい。ほぼ衝動。だいたいさ、なんか黒いさお皿に乗ってきてて、ちょっと待ってね、不整脈。黒いお皿に乗ってきて、このなんかインゲンなのか何なのか分かんないけど、細長い緑色の棒状のものと、なんかソースがニョニョニョってかかってる、で横になんか塩がちょっと持ってあるみたいな。
で真ん中にメインの小さなお肉みたいなのがうまいよね。そういうやつでしょ、どうせ。そういう時大体ね、横のうにょうにょってなってるソースこうやってつきまくって食べるまずはそのまま召し上がってくださいとか言われてんのに塩もソースも全部つける美味しいなんかわからんけどしょっぱくて美味しいビンボージタ。そう、だから全然普通の居酒屋とかでいいよって言ったよね私っていう気持ちになると思うまずはそのまま召し上がっていただいて、その後お塩ソースとかけてお召し上がりくださいみたいな感じで言われてるのに、もう全部塩つけてソースつけてあー全部つけんだみたいなあー全部つけるし切らないんだみたいな、だって一口いけるじゃんみたいなわざわざここにさ、こう外側から並んでるやつあるやん、なんかこうナイフフォークみたいなうん、挙句の果てにはここ一味ないの最悪最悪なやつ、高級なところ連れて行けないやつえー餃子の王将にはあるのに最悪のやつやん。だからさ、なんかさ、お行儀よくしなきゃいけないレストランとか私絶対行けないと思うんだよね。結局一味をね、うん、そんなことないと思いますよ。テーブルマナー的なところ、うん、さすがにそんな彼女は愛しくてな、可愛いでもさ、カタカナでさ、なんとかかんとかのシャンパーニュなんとかかんとかみたいな書いてあるじゃん、そういうのこうやって開くメニューのさ、ここら辺にさ、なんとかかんとかのオリーブとなんとかの、うん、みたいな、なんかペチョフィーニョみたいな分からんけど分かんけど、なんかそういうの書いてあるじゃん。なんとかかんとかのハイドロピーヤみたいな分からんけど、なんかそういうそういうなんかそういうのをさ見てもさ分かんないから、何これって全部聞いちゃうかも。でもさ、こちらはなんとかかんとかのハイドロピーヤでございます、なんとかかんとかで蒸したお魚をなんとかかんとかしてみたいな言ってきて、もう全部何言ってるか分かんないから、ありがとうございます、その人去ったと、なんてこれなんて魚日本語で言ってほしいよね、ほんとうん、分かんないよね、うん、ペチョフィーニョでございますみたいなどれがペチョでどれがフィーニョですかってどれがペチョでどれがフィーニョですかって説明してくださいよって、うん、うん、ないだろうけどね、私が今よぎったカタカナを適当に組み合わせただけだから。
なんか何肉の何とかでいいじゃんね、何色の何みたいに言うけど何肉の何、鶏肉蒸したやつとかでいいんだけど鶏肉焼いたやつ甘めのソースとかでいいんだけど甘めのソース添え、うん、これでいい。ペチョをフィーニョにしたものです。何何何みたいな。なんかペチョというのはイタリア語でなんとかかんとかでございますみたいな言われても、そうなんとかかんとかがわからんねんけどってならない。そのペチョとはなんとかかんとかでございますって言ったらそれがわからないんですけどみたいな。今度何ペチョフィーニョって。もっといいやつあったやろ例として。ワードセンスゼロなんだけど私。グッたけどペチョフィーニはヒットしなかった。逆にすごくねえじゃん私。何を思ってペチョフィーニョって言ったんだろう。運だね。別に嬉しくねえけどな。でもみんなに覚えといてほしいことは、私はお肉よりお魚が好きだし、焼くよりあの鮮魚生の方が好きだし、刺身とかねお寿司とかね焼き魚好きじゃない。骨が処理してないから、うん、でお肉は鶏肉が好きなんですけど焼き鳥は嫌いなんです。難しいでしょ。食べれるよ、全部食べれる。お肉も食べようと思えば食べれる。お肉の中で好きなのは鶏肉と牛タンと、あとね豚肉だったらあの豚肉も好き、うん、鶏肉の次ぐらいに豚肉も好き。でもねカルビとかあるじゃん、なんかよくわからないけど牛の部位、なんかそういうのは多く食べれない、入っちゃう。焼肉入っちゃうんですよ私。美味しく食べれるんですけど入っちゃうんです。だから吐きたくないから、そう、鶏肉はどんな料理が好きなんですか。焼き鳥は食べれるんだけど焼き鳥屋さんが嫌い。なんか
選択肢がないから。サラダチキンすごい好きサラダチキンとかあのスモーキーチキンレッグ好きです。めっちゃ私あのディズニーに売ってるそう唐揚げも好き。だからなんか焼肉行こうよって言われたらさ断れない。でもみんな焼肉好きじゃん。ご飯と食べてたらね多少はいけるの。でも多くは食べられない。カルビとか1枚でいい1枚は食べたいわがままあと全部食べてくれるんだったらいいけど。唐揚げはうまいから大丈夫。タンなら全然食べれるよ私。タンだったら2人でご飯行ってたとして2人前頼んで大丈夫だけど、カルビだったら1人前で私が1枚もらうぐらいがちょうどいい。ビビンバ好き入りかも。美味しいよね。でもさもう焼肉してる時点でさなんかビビンバってさやっぱ選択肢にあんま入ってこないじゃん。お肉とご飯食べてるからビビンバだけ食べるときならいいけどさ、うん、さっぱりしてるの好き。冷麺は冷麺の余力残しておいてねって最初に言われたら残せる。うん、あ天ぷらも昔からそんなに好きじゃないんですよね。うん、好きじゃない。あの葉っぱを天ぷらにしたやつとか食べれるけど、葉っぱとかナスとか葉っぱって何あそう大葉大葉伝わるでしょ。うん、よかったよかった。しそとかあそう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 、菜の花は好きだった。おばあちゃんがよく作ってくれてたんですよ。それは食べれた。ごめんね突然ビタミン取り出して定期的にビタミン取らないと死ぬから吹きのとうもうまい。え、吹きのとう好きなの？あんまり好きな人に出会わないんだけど、私も大好きなんです吹きのとう美味しいよね。
き味噌とかいけるか。え、全然いけますよ。え、ふきのとうのやつでしょ。うん、苦くないよ。苦いかな、苦いかもしれないけど私はすごい好き。ふきのとう美味しいよね。私ね、野菜嫌いな人と本当に結婚できないと思う。ねえ、美味しいよね。野菜好き？野菜全然食べない子いるじゃん。サラダ頼むって言っても、私食べないけどいいよとか言ってくる子。あれ、じゃあどうやってその感じでいられるのって。可愛い子でも多いよね、野菜食べない子。なんでなの？うん、あと陽キャの男性に多い、野菜が食べられない人。だから野菜好きなんですよねって言ってくる男性は本当に好感度が上がる。美味しいですよね。うん、でも私が美味しいですよねっていう反応するのはイケメンに限るから。ほほほほ、えかーガーン。あ、あだ。切る切る、オーバー切る。みんなのこといじめるの好きなんだ。大根なら何の、え、でか大根の味噌汁好きですよ。大根サラダも好きだけどね。今年もお世話になります。いや、始まって11日しか経ってないけど。野菜好きに生まれ変わろうと思った矢先のカウンター食らってる。みんなのこといじめるの好きなんだ、はははは。は、はい、ということで終わりたいと思います。7位がひさがさん、6位がゴーちゃん、5位がおまめさん、4位がりゅうじさん、3位がそなちねさん、2位がほかさん、1位がほりもきさんです。ありがとうございます。嘘じゃん、なに。じゃあさ、みんなに聞くけどさ、ね、これ最後に聞くけれども、でも私別にイケメンとかじゃなくて、すごいあの見た目に関係なく優しい人が好きですって言ってるアイドルとさ、イケメンが好きって言ってるアイドルだったらさ、どっちが信用できます？どっちが信用できますかっていう話なんですよね。そうだね。本当のことしか言えないんだから私なんて。切る、はい、切る、オーバー切る。
バイバーイ。じゃあね、おやすみ。